必ずこの流れは来るんだよね、はい、最後まで自分を信じる、また混合ダブルスの時はパートナーもいますから、はい、パートナーを信じる、まさにお互いをこう信じ合って、はい、全力でプレーすることですね。なるほど、信じるっていうことがやっぱり自分を信じるっていうことが大切だってことなんですね、はい、やっぱり競技中っていうのは誰も助けてくれませんから、